警察官の仕事に親しみを持ってもらおうと、おなじみの DJ ポリスや鑑識活動などを体験できるイベントが開かれました。めったに体験できない警察犬との触れ合いに子どもたちも大喜びです。昨日、東京都内の新宿高島屋の特設会場では、警視庁の仕事を体験できるイベントが開かれました。訪れた人たちは白バイに乗ったり、機動隊の装備を身につけたりしたほか、隣からレクチャーを受けながら DJ ポリスに挑戦するなど、楽しみながら警察官の仕事を体験していました。また警視庁の仕事に関する説明ブースでは、熱心に耳を傾ける大学生の姿も見られました。警視庁は子どもたちなどにイベントを通じて仕事を知ってもらい、多くの人に警察官を志してもらいたいとしています。